電子的、呪術的に暗号化されている基地の通信にどうやって割り込んだんや。何者ですかこの娘は。発信場所特定できました。デモンベインからの通信です。何ですって。ではこの少女はデモンベイン。あなたデモンベインを勝手に持ち出してどういうつもりです。その機体は我々波動財閥の所有物です。うん、そうであろうと思って質問に来た。このデモンベインといったまがいもののデウスマキナだけあって操作系統の作品がまるでなっておらん。特に変装項目が二分化でな。我らが解読して編纂し直してやってもよいのだが。待ちなさい。あなた人の話を聞いているのですか。そんな大声を出さんでも聞こえておるわ小娘。何でもよい。適当な攻撃手法を一つ選んで故障を教えろ。後の検索はこちらでやる。どなたかは存じませんが、それであの破壊ロボに反撃が可能なのですね。ウィンフィールド司令、火球の事態です。この場はこの少女に託してみましょう。勝手なことは許しません。デモンベインはおじい様が全て落としたロボットなのですよ。もし何かあったら。お嬢様、ならばこそデモンベインを信じてください。あの大旦那様がお作りになられたロボットです。ブラックロッジの鉄くずごときに破れる道理がございません。あのな、なんじら、悠長に口論するのは勝手だが。そうしてのんきに構えていられる程度にはこのデウスマキナ頑丈に作られておるのだな。該当するデータが一つありました。例のあれですわ。つまり第一近接消火呪法。レムリアインパクトですか。レムールの、いまいち頼りない名前ではあるが、そいつでよいのか。いえ、レムリアインパクトはその危険性から二重のロックが施されております。発動には指令の決断が必要。まったく面倒な。指令、ご決断を。レムリアインパクトはこちら側からの制御も必要ですし、第一まだ1回の起動テストもしていないじゃないですか。制御に失敗した場合
最悪アーカムシティを消滅する危険もあります。やっぱり危険すぎますよ。なんじらいい加減にしろ。決めるならさっさと決めぬか。全ては司令の決断一つです。我々はそれに従います。わかりました、おじい様。ヒラニプラシステム発動。言霊を暗号化。ナータルコードを構成せよ。ぼやくな、ソーニャ。覚悟決め。実戦こそが最大のテストってな。さあやるで。では見知らぬ人、レムリアインパクト、確かに承認します。あとは任せますよ。承知した。聞いての通りだ。行くぞクロウ。撃つったってちょっと。クロってまさか。でもどうして。確かになんか大事です。何があったんでしょうか。言霊のナーカルコード変換完了。いつでもいけるで。どうだ、思い知ったであるか。やはり最強はこのスーパーウエスト無敵ロボ28号スペシャル。この大天才ドクターウエストが作った破壊ロボなのである。はい。なに？全くの無傷かよ。ますます気に入ったぞ、デモンベイン。さあ、今度こそこちらの番だ、クロ。ああ、って、いやだから俺は操縦なんて。何でも良いから言霊を吐け。あとはこちらで威圧する。
やつをぶっちめて奥歯ガタガタ言わせてやれ、デモンベイン。ナーカルコード送信。光さす世界に何時ら暗黒住まう場所ない。乾かず活えず無に帰れ。レムリアインパクト。という威力、これではまるでデウスマキナではないか。ドクターは敗北したようだな。サンダルフ、撤退せよ。グランドマスター、しかしまだメタトロンが。命令だ。了解。メタトロン、貴様の命預けておく。デモンベイン、これほどまでと。いや、これほどまでの化け物でなければブラックロッツと互角に渡り合えない。そう言いたいのか、ハドン小僧。レムリア・インパクト。敵のアザトース構成を崩壊させる筆滅の術式。存在崩壊を喚起させられた敵対象の内宇宙に特異点を発現させ、質量ゼロ、重力無限大、熱量無限大の状況を生み出し消滅せしめる究極の奥義。で、まあ理屈は一応わかるんやけど、なんちゅうか実際目の当たりにすると何も言えんわ。すごい。消化術式の水消滅を確認。若干の制御誤差がありましたが、被害は予測範囲内です。若干って、でもあれだから予測範囲内。あの区画は避難済みだから死傷者もいない。ヒラニプラシステムの再調整が必要ですね。ですが期待以上の戦果です。まあ最初にしては上出来か、ノークロ。
やはり今回もこうなったか。そうだ、全ては運命の輪の口。さあ踊ろうではないか。あの忌まわしきフルートの奏でる狂ったロンドンを調べに行ってヒロインを聞こうだ。アルマジュ。こちら B 班、怪我人の救出作業は8割方終了。こちら D 班、瓦礫の撤去作業に応援求む。交通整理、人手が足りないぞ。誰か行ってこい。あー、だりー、かったりー、めんどくせー。だーらだーらだーら。エスケーブ、仮にも現場の責任者なのですから、もっとビシッとしてください。ああ、分かってますって。しかし今回は随分と派手にぶっ壊しまくったね。徹夜じゃ済まないな、こりゃ。はあ、よりにもよって巨大ロボが2体街のど真ん中で一戦交えるとは。テロリスト同士の抗争でしょうか。しかしブラックロッジ以外にあんなロボットを製造する技術を持った組織なんて。そうだな。まあブラックロッジの破壊ロボはともかくとしてだ、問題なのはあのもう一体の人型の方な。あっちがな。なんだってんだこの破壊力は。常識外れにも程があるぜ。あんなのに暴れられた日には軍でも止められねえかもしれんな。さて、第十次クロウさん、どういうことか説明してもらいますね。デモンベイン、固定しました。そのまま運び出して、トイリアニメーターシステムを起動させとき、うちが機体のチェックに入る。了解しましたです。
やはりあの時の声は大十字様でしたか。しかしなぜ、なぜ大十字さんがデモンベインの中に、動かないはずのデモンベインをどうやって動かしたのですか。その少女は一体。わからないことだらけなのですが、何から説明すればいいのやら。あ、とりあえず、ご依頼の品です。にゃ、待ったわ。もしかして私バカにされているのかしら。真面目です。魔導書です。これいかにも苦しゅうないぞ。楽にせえ。まあ大変。ウィンフィールド、どうやら大十字さんは頭を強く打ったみたい。お医者様を呼んできて。人間の小娘が何をさっきから偉そうに。見よ、デモンベインが起動したという事実は彼女の主張を裏付けております。大十字様、詳しいお話をお聞かせ願えますでしょうか。そうだな、とりあえず順番に話させてもらうわ。それでは大十字様が彼女の所有者ということですか。うむ、クロウとはやけに魔力の波長が合う。魔術師としては未熟も良いところだが、わらはこやつが気に入った。いやだから俺は認めてねえっつうの。ああそうだ、俺からも聞きたいことがあったんだ。あのロボットデモンベインって名前なんだな。っていうことは、つまり。お察しの通りです。
あのロボットこそボーダンナ様が開発したブラックロッジに対抗する手段、波動財閥の英知を結集させた最強のロボットです。